これちょっと難しいんでね、このアンロックするのがね、あ、アンロックする難しいっちゅうか、今回のヘビーシールドは3つまでしかないんでね、結構これ簡単だったんでね、これすごかったんでね、これね、まずね、あの最初で若干やっぱりね、このファストメリーアンロックするまでが若干盾に慣れてない人はちょっと苦労、若干苦労すると思うんでね。で、アンロックしたらこれはつけたらシールド攻撃の速度が上がるんでね、やっぱりキルできるようになるんでね、これやってこれなんでね、これやってこれやらずにファストメリーやってファスずっと盾で攻撃じゃなくてね、ファストメリーアンロックしたら縦で10キルするしたら、これをね、このファストメレーアタッチメントに組み合わせて、で次これやった方がいいと思うんでね、まあこれやってからでもいいと思うんだけど、まあ順番はどっちでもいいと思うんでね、自分はこのファストメレーや縦で10キルやって、で次にこのショックプラント、縦を設置後3秒以内にキルをやって、これをやって、で最後にねファストプラント、縦で20キル、あ、25キルだな。縦で25キルで、このファストプラントは縦で25キルでアンロックされるんでね。これ3つはつけて、あ、これをアンロックしたら終わりなんだけどね。これファストメリーも強いんだけどね、これシールド攻撃で速度が上がるんでね。で、このショックプラントはね、ショックウェーブを放つシールドを装備するんで、これさらに攻撃力アップするのかな、これつけると。うん、なんか全然違ったんでね、この2つつけてね、ほんとシールドもね、アンロックできて本当に良かったです。で、ちょっとあのメインウェポンも全部説明終わりなんでね、で次サブウェポン、サブウェポンのアトラス4号、あ、ちょっと外しちゃって、アトラス4号もね、アタッチメント全解除ありました。アトラス4号はね、あの10発しかそあの装備あの点装填できないんで、で威力もあんまり強くないんでね、これで拡張マガジンはダブルキル何回だったかな、これ3回だったかな、ちょっと忘れたんだけど、3回超えだったと思うんだけど、結構これ鬼畜だと思うんだけどね、個人的には。ちょっと、少し時間かかったんでね、これ。うん。で、RW1。RW1 もね、アタッチメント全解除終わりました。RW1 が一番難しいと思ったんだけど、最初やっぱりね、あの、アイアンサイト、あの、レッドドットサイトもアンロックされてない状態では、やっぱアイアンサイトなんでね、でアンロックしていってレッドドットつけて、でこの順番でつけていって、 A クックはつけなかったのかな、ターゲットエンハンサーで結構やってて、うん、タクティカルナイフ、アドバンスドライフルは腰ダメで10キルでアンロックされるんだけど、これも少しね難しいんでね、これ近づかないとちょっと難しいと思うんでね、キルするのがね。でこれ RW1 スコープ、これこの間ちょっと使ってみたんだけど、使ってみた感想が本当にね、スナイパーライフルと同じ感覚でね、スナイパーライフルの小型版バージョンみたいな感じでね、この RW1 ね、この RW1 スコープをつけるとね、そういう感じで結構面白いんでね。でこの RW1 スコープをつけて、 RW1 にね、 RW1 スコープをつけたプレイ実況動画もね、別動画でちょっと撮っていくんで、その動画もよろしくお願いします。で MP443 グラッチ、 MP443 グラッチもアタッチメント全解除終わりました。MP443 グラッチも若干難しかったな、やっぱり。でも一番最初にね、このピストルの中で一番最初に MP443 グラッチがアタッチメント全解除は一番最初で終わったんで、これも同じく拡張マガジンではね、ダブルキル ×3 でアンロックされるんだけどね、少しちょっとだけ難しかったかなって感じで、
で、この PDW マータッチメント全解除終わりました。これも同様にね、拡張マガジンはね、アンロック条件はダブルキルかける3なんだけど、これは結構早かったんでね、これ結構強いんでね、これフルオートなってるんでね、これで。ランチャーはねアタッチメントつけれないんで、でスペシャルのクロスボウ、クロスボウもアタッチメント全解除ありました。クロスボウはね当てるのは難しいんだけど、まあサイトをつけることによってね命中率が全然違ってくるんでね、ハイブリッド、自分レッドドットはちょっとつけなかったんでね、なるべくあの倍率がついてるやつ、レッドドこのハイブリッド、これはレッドドットの4倍スコープなんで、これつけて、で次にこのオートフォーカスつけて、これはまあ普通は倍率じゃないんだけど、停止中の場合だとズーム、自動でズームするんでね、これも結構活躍したんで。で次にターゲットエアハンサー、ターゲットアンサーはスレッド感知装備の高性能スコープ、これは結構ね使えるんで、自分よくこれ使うんでね。サーマルも使ってみたんだけど、サーマルもね結構いいかもしんない。これ英国スコープもね結構うん、これ命中率高いんでね、これでもよくキルしたんでね、これロングショットもこれ決めれたんでね、ターゲットエンハンサーも本当にロングショット決めれたんでね、これ一番で。最後にこのクロスボウスコープっていうのはまだ一度もカスタムに組み合わせてまだ使ったことないんでね、これもねクロスボウに、このクロスボウ専用のねクロスボウスコープをカスタムに組み合わせてプレイ実況動画をね撮っていくんで、その動画もよろしくお願いします。もう全武器のアタッチメントの解除はね異常っていうことでね、うん、一応もうすべてねアタッチメント全開、全武器のアタッチメント全解除できたんでね、まあアサルトライフル2種類、SMG2 種類に、ショットガン2種類、ヘビーウェポン2種類に、まあこうやってやってるんだけど、ちょっとまた変えていくと思うんだけど、でもあの、ネットでちょっとググってみたら、なんか、このロードアウトの数も、なんか、50ぐらい増えるような話をちょっと聞いたんで、今月の初め頃かな、ちょっと配信されると思うんでね、その前作のゴーストみたいにね追加スロットの配信があると思うんで、その DLC もねインストールしたら、まあこのねロードアウトの数も増えていくんで、ちょっと武器もねちょっと多く入れられるんでね、それまではちょっとこのね組み合わせでちょっとやっていこうかと思ってます。あとねちょっと武器とは関係ないんだけど、ちょっとプレイヤーカードの方もちょっとね、プレイヤーカードもね少しずつなんだけどちょっとねアンロックしていったんでね、最近ねこの貼り付け爆破3ね、スティックメダルを獲得、爆弾を貼り付けて切るか、これはあのクロスボウで獲得したんでね、でこれスニークアタック3、ラピッドパンチメダルを獲得、背後から格闘攻撃できるかける25、ムービースター3、最終キルカメラ、ファイナルキルカメラに映るかける30、このねスニークアタック3とこのムービースター3は特に欲しかったんでね。であとはゲームモードの方もね、ちょっとあのチームデスマッチMVP3 関連するモードで終了時点での最終スコア獲得6人以上、これもかける15、これも満足して、エグゾの方はちょっとウェポンも結構増えてるんで、アタッチメントも増えてってるんで、あとは進んでないのかな、このパークとかね、スコアストリークはもうこれからちょっとスコアストリークバンバン回してって、あとパークもいろいろつけて、
まあ、アタッチメントも武器のアタッチメント 全武器のアタッチメント全解除あったんでね、これちょっとやっていこうかなって今度思ってます。あ、これもね、このセカンダリー5アタッチメントを2つ装備したサブウェポンでキルかけるには、これも満足してね、これも欲しかったんでね、以上になります。今回はね、武器のアタッチメント解除の進行状況最終報告っていうことでやっていきました。ご視聴ありがとうございました。あとね、よろしければチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。